年7月21日台は日本の政治家。学位は修士。自由民主党所属の参議院議員。参議院内閣委員長。自民党山梨県連会長。元山梨県議会議員。山梨県鶴市生まれ。山梨県立桂高等学校を経て、1979年、北海道教育大学教育学部卒業後、山梨県鶴市にある。 ひまわり幼稚園に勤務。1998年、園長に就任。実家が幼稚園を経営。大学の卒業論文では、養保一元化についてをまとめ、学生時代から幼児教育に関する考えを持っていた。県内初めての男性保育士として、地元のマスコミでも取り上げられた。1999年、山梨県議会議員選挙吊るし、 西勝村朝鮮局に出馬し、初当選。以後4期連続当選。2006年、自民党山梨県連青年局長。2007年、自民党山梨県連政調会長。2008年10月9日、第118代山梨県議会議長に就任。2010年3月23日、議長を退任。2011年、県議在職中に、 山梨学院大学大学院に入学、自民党山梨県連総務会長を務める。在職中3年間、山梨学院大学大学院社会科学研究科公共政策専攻で研究を進め、二元代表制における基幹競争の可能性について論文をまとめた。この論文で平成25年度同大優秀論文賞を受賞した。 2013年5月1日に県議を辞職、第23回参議院議員通常選挙に自民党公認候補として山梨県選挙区から出馬し、現職の米永春信、元衆議院議員の坂口学洋らを破り、初当選した。2014年、ひまわり幼稚園理事長に就任。山梨学院大学大学院にて公共政策に関する修士課程を修了し、 終始の学位を取得。2015年10月9日、総務大臣政務官に就任。10月31日、自民党山梨県連会長に就任。2019年、第25回参議院議員通常選挙に自民党公認で山梨県選挙区から出馬し、2期目の当選。県議会改革ドクターヘリ、ドクターヘリは患者を医療機関に、 いち早く運ぶだけでなく、機内で治療が始められるメリットがあると述べ、救急医療を充実させるために働きかけた。リニアモーターカー JR 中央線の高速化、インドネシア人観光客誘致、県議出身の会結成へ奔走その他2013年12月29日、モリアが山梨県議21人に贈答用の牛肉を送っていたことが判明し、 有権者への物品供与を禁じた公職選挙法に抵触する可能性があると指摘された。同日に記者会見した森谷は妻や秘書が季節の挨拶として送った。私は知らなかったと釈明した。2014年12月17日、甲府地検は事実を裏付ける証拠が十分でないとして不起訴処分を決定した。ありがとうございます。